こんにちは安藤義ですここでは僕のファーストアルバムマインドスケープについてお話ししてみたいと思います。このマインドスケープ2001年に発売になったんですね。もう今から20年も前になるんですね。本当にもう懐かしい。この懐かしいと同時に僕にとっては本当に思い入れのあるアルバムなので何て言うんでしょうねこう。今でもこのアルバムを手に取るとその当時の いろんな感情が押し寄せてきます。このアルバム名詞代わりにしようと思って作ったアルバムなので僕がその当時やりたかった音楽がドドンと詰め込まれています四つ打ちの、Int、o the Light から始まりひよこレボリューショナリーといったちょっと実験的なというかエレクトロニカな感じでしょうかサブリミナル・マインドもエレクトロニカな感じですね といった。ちょっと実験的なものから、ヒーリング系のフォーエバーエレジー、また民族音楽テイストのオリエンタホヤウィアという曲も入っています。そして、このアルバムで鳥を飾るのがアナザーセンチュリーという曲です。このアナザーセンチュリーは、僕のその後の演奏活動の基盤を作ってくれた曲と言っても過言ではないかと思います。 曲曲集ににもも入っててたたたくさんの方々に弾いていただいだでもあります。ところでこの「アナザーセンチュリー」1曲目の「イントゥーザ・ライト」と使ってるメロディーが一緒なんです。もともとは「風光る時」という曲だったんですね。ですからアルバムには「イントゥーザ・ライト」の横に「風光る時」という、ね、言葉も入っています。この「風光る時」のサビのメロディーだけを使って作られたのが アナザーセンチュリーというわけなんですね作り方でこんなに違う曲になるのかっていうことも楽しんでいただけたらいいなと思いますそれではまたここでお会いしましょう安藤義弘でした